皆様こんにちは、杉田です。今回は夏の肌のベタつきでマスクの中の不快感が気になるという方に必見、洗顔に使えるデパコスの毛穴コントロール下地6000を徹底解説していきます。以前からコメント欄で毛穴対策下地の比較についてリクエストいただいていたんですけれども、今回は部分的に毛穴を埋めるタイプの下地ではなく、洗顔に使えるタイプで肌表面をサラサラに保ちながら毛穴対策もしてくれるアイテムをご紹介していきたいと思います。マスクをした状態で数時間過ごして毛穴の開きとマスクの中の肌を比較していきますので、毛穴対策をしたいという方はもちろん、肌表面のベタつきが気になるという方にも少しでも参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも秋コスメのご紹介やファンデーションの比較動画などもアップしておりますので、気になっている方はぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちらの6つです。まず1つ目は RMK のスムースフィットポアレスベース04番です。昨年発売されたアイテムなのですが、デパコスの毛穴下地といえばこれというくらい話題ですよね。ブランドからは毛穴を隠すのではなく見えなくする RMK の新メイクアップベース、気になる毛穴やニキビ跡などの様々な凹凸に合わせて変幻自在に形を変えるトランスフォーミングパウダーを配合、まるで肌と一体化するような1枚の薄膜ベールで覆われたつるんと滑らかな肌に仕上げます。04番はナチュラルに仕上げたい方に、肌の色に馴染みやすくくすみのない透明感のある仕上がりのヘルシーベージュ。続いて RMK と比較していくのはチルシチュアートビューティーのラスティングフルフラットベースです。ブランドからは毛穴も凹凸も気になるところを一塗りでフラットに、ファンデーションを滑らかにフィットさせるメイクアップベース、毛穴皮脂ケア成分や凹凸を補正するパウダーをバランスよく配合したことでしっかりカバーするのに粉っぽさがありません。配合するパウダーの量を最小限に抑えたためプルンとしたみずみずしい膜が叶います。2つとも手元で見た感じ程よいサラサラ感も感じたのですが、粉っぽくなりすぎないところが似てるなと感じたので、それぞれ半眼ずつに塗ってどのくらい違いが出るのか比較していきたいと思います。まずはこちら側に RMK 塗っていきます。今回私は04番のカラーを使っているので、肌の色に馴染みながらくすみ感も飛ばしてくれるようなカラー補正も期待できるタイプです。やはり手元で見た時と同様すごく滑らかなテクスチャーで、ジェルテクスチャーほどみずみずしすぎるわけではないんですけれども、肌にピタッとフィットしながら肌表面の毛穴や凹凸を滑らかに整えてくれるようなタイプです。はい、まずこちら側に RMK のベース塗ってある状態です。何も塗っていない方と比べてもカラー補正効果はとても自然なんですけれども、肌から浮く感じはしないのですが、少しだけ透明感がアップしている感じはするかなと思います。手元で見た時と同様全く粉っぽさは感じずに、サラサラというよりは肌表面をつるんと整えてくれるというようなイメージです。内側に程よい保湿感は感じるのですが、油分でベタついてしまったり肌表面に水分が残っているという感じでもないので、肌タイプを選ばずに使いやすいんじゃないかなと思います。下地のみの時点だと何も塗っていない方の肌と比べると少しだけ小さな毛穴はカバーしてくれている感じはするのですが、そこまで毛穴がフラットになったなっていう感じは分かりにくいかなとは思います。ただ肌表面はすごく滑らかに整っているので、上からファンデーションを塗った時にどんな感じの変化が出るのかが楽しみです。続いて反対側にジルスチュアート塗っていきます。ジルスチュアートの下地にもオレンジベージュのようなカラーがついているので、 RMK の04番と同じ感じで程よくカバーもしてくれるかなという印象なんですけれども、塗り心地としてはジルスチュアートの方がより軽い感じがします。ただこちらもちゃんと保湿感も感じつつ、油分でベタついたりとか水分が肌表面に残ってしまうという感じもなく、肌にピタッと馴染むようなテクスチャーですね。ブランドからの説明にも粉っぽいきしみ感がなくて滑らかで心地よいテクスチャーという記載があったんですけれども、まさに粉っぽさは感じずにすごく滑らかで伸ばしやすいです。
はい、ジェルスチュアートの下地こんな感じです。下地だけでも結構毛穴をフラットにカバーしてくれてる感じがしますよね。ふんわりと毛穴をぼかした少しツヤも感じるようなセミマット肌に仕上げてくれていて、下地だけでもある程度毛穴カバーをしたいということにすごくおすすめだと思います。はい、それぞれの下地アップで比較してみるとこんな感じです。塗り心地は両方ともある程度保湿感を感じつつ、ベタつきを感じないようなつるんと滑らか肌に仕上がっている感じが似ているのですが、RMK の方が厚塗り感を感じさせない少しツヤも残るような自然な仕上がりなのに対して、ジェルスチュアートは下地だけでもしっかりと毛穴や凹凸をフラットにカバーしてくれているような印象です。特に小鼻の横の毛穴が埋まっているのが分かりやすいかなと思います。はい、それではこの上からリキッドファンデーションとパウダーを塗ってどのくらい毛穴カバー効果に差が出るのか見ていきたいと思います。まず使っていくリキッドファンデーションはこちら、イヴ・サンローランボーテのオーラワーズリキッドです。オーラワーズリキッドはファンデーションの比較動画などで何とか動画内でご紹介させていただいたアイテムなんですけれども、個人的には一番毛穴カバー効果も高くて、8時間後のマスクの中の肌も毛穴の開きが気になりにくかったなという印象なので、今回はこちらのリキッドファンデーションで検証していきたいと思います。結構こういった毛穴カバー系の下地って粉っぽくなってしまうタイプだと、毛穴は綺麗に埋まるんだけど上から塗るファンデーションなんかが綺麗に伸びてくれないということも多いのですが、程よい保湿感を残してくれてるタイプなので、どのタイプのファンデーションとも相性よく使いやすいかなと思います。続いてジェルスチュアートのベースの上にファンデーションを重ねていきたいと思います。RMK の下地と比較すると下地とファンデーションの密着力が高まる感じがするので、少しだけ伸ばしにくいなと感じられる方もいらっしゃると思うのですが、こんな感じで少量ずつをなじませるように塗っていくと問題なく伸びてくれますね。もう少しマットっぽかったりとか油分を感じないようなタイプのファンデーションだと少し伸ばしにくく感じるかもしれないので、そういった場合はブラシなんかを使って塗ってあげた方が綺麗に伸ばしやすいかなと思います。ただ下地とファンデーションの密着力は高いので崩れにも強そうなんじゃないかなと思います。はい、ファンデーションを塗った後アップで見るとこんな感じです。仕上がりとしては RMK の方が少しだけツヤも感じるような素肌っぽい仕上がりで、ジェルスチュアートの下地と合わせた方がよりカバー力が増しているように感じます。しっかり毛穴がカバーされている感じで綺麗な仕上がりかなと思います。はい、それぞれファンデーションと組み合わせるとこんな感じの仕上がりです。ここから数時間ほどマスクのまま過ごして、その間に一度汗をかくような状況を作って毛穴が開いてきた時の崩れ方やマスクの蒸れへの強さなども見ていきたいと思います。上からこちらの NARS のライトリフレクティングセッティングパウダーのルースを塗ってからマスクをしていきたいと思います。下地の崩れにくさを見ていきたいのでパウダーは少なめで全体的にふわっとかかるように仕上げていきます。はい、あれから約5時間ほどマスクのまま過ごして一度も化粧直しをしていない状態です。どんな感じか見ていきたいと思います。私特に額はテカりやすいタイプなので、額は少しテカりが気になるかなという印象なんですけれども、マスクの中の肌は比較的テカりが気になりにくいかなと思います。アップで見るとこんな感じで両方ともすごく綺麗なのですが、少しだけ小鼻の横にファンデーションがたまる感じが気になるかなという印象です。 RMK は塗りたてのような素肌っぽさも残したまま毛穴や凹凸をフラットにしてくれている感じは保っているのですが、マスクの摩擦の影響か少し赤みが出てくるのは気になるかなという印象です。ジルスチュアートは塗りたてと変わらないような毛穴をフラットに整えてくれて、アイカバーのセミマット肌を保っているなと思います。5時間の間に一度かなり汗をかいたんですけれども、マスクの中の肌も両方とも皮脂のベタつきが全然気になりにくくて、皮脂によるベタつきもコントロールしつつ乾燥してパサパサになってしまうという感じも気になりにくかったなという印象です。RMK は塗りたてのような程よい保湿感も保ったままつるんと滑らかな肌に保ってくれていて、ジェルスチュアートの方がよりさらりとした肌に保ってくれています。はい、まずは RMK とジェルスチュアートそれぞれ比較して結果はこんな感じでした。
仕上がりとしては RMK の方が素肌っぽさも残したまま、セミマットになりすぎない質感なので、ファンデーションの質感を変えずに毛穴や凹凸をフラットにしたいという方におすすめで、ジェルスチュアートは下地だけでも毛穴をきれいにカバーしてくれて、セミマットで涼しげな肌に見せたいという方におすすめです。2つともテクスチャー的にもすごく使いやすいですし、ベタつきや毛穴の開きも気になりにくかったので、この夏にもすごくおすすめなアイテムなんじゃないかなと思います。続いてご紹介していくのがクレドポーボーテのポワールマティフィアンギさんです。以前崩れにくい下地比較の際にもご紹介したアイテムなんですけれども、こちらも毛穴や崩れにくい下地でたびたび名前が挙がるアイテムですよね。ブランドからは毛穴の目立たない滑らかな肌に仕上げる化粧下地、ひんやりと毛穴を引き締めるような感覚で瞬時に毛穴凹凸をカバーし、均一な毛穴レス肌に整え、美しいファンデーションの仕上がりを高めます。肌の潤いを守りながら、テカリなどによる化粧崩れを防ぎ、美しい仕上がりが長時間持続します。使うたびにきめ細かく毛穴の目立たない肌へと導きます。こちらと比較していくのはアンプリチュードのコンプリートフィットクリームベースです。つるんと滑らかな張り感と透き通る感、気になる肌の凹凸、毛穴、シワをカバーするクリームベース、大人の肌のために丁寧に作り上げたクリームタイプのメイクアップベース、気になる凹凸、毛穴、シワを均一にカバーしながら透き通る感を作り上げ、つるんと滑らかで張り感のある肌に仕上げます。時間が経ってもくすみを感じさせず、クリアで美しい肌をキープできるメイクアップベースです。この2つは肌表面はサラサラに仕上がるのですが、内側にはしっかり保湿感を残してくれそうだなという印象だったので比較していきたいと思います。まずこちら側にクレドポを塗っていきます。クレドの下地は毛穴が気になる方に使いやすいタイプが多いかなと思うんですけれども、特にこのボアルマティフィアンリさんは毛穴をカバーしつつも肌表面がサラサラに仕上がるので、ベタつきが気になる今の季節にもすごく使いやすいんじゃないかなと思います。一度塗っただけでもパサパサするという感じではないんですけれども、肌表面がサラサラに仕上がりますね。はい、こちら側にクレドポーボーテ塗っている状態です。特にカラー補正効果を感じるタイプではないので、何も塗っていないほど肌色の変化などはあまり感じないかなと思います。ただこの頬の横の細かい毛穴なんかはふんわりとぼかされているような仕上がりになっているかなと思います。では反対側にはアンプリチュード塗っていきます。肌色補正効果も感じるようなピンクベージュのようなカラーがついていますね。塗り心地としてはみずみずしい軽い乳液みたいな感じで、すごく伸ばしやすいです。肌表面がパサついていて下地を塗りにくいという時にもすごく使いやすそうですね。はい、こちら側にアンプリチュードの下地塗ってある状態です。自然な肌色補正効果で少しの赤みだったりとかくすみを飛ばしてくれてるような感じですね。やはり塗った時から思ったんですけれども、この頬全体の細かい毛穴をつるんと滑らかにカバーしてくれる感じで、すごく滑らかで均一な肌に整えてくれる下地だなと思いました。塗りたてはみずみずしい乳液のような感じのテクスチャーなので、すごく伸ばしやすいんですけれども、しっかりと肌に馴染んでいくと、内側に保湿感は残しつつも、肌表面はさらりとしていて、ベタつきは感じにくいです。それぞれアップで見るとこんな感じです。クレドポーボーテは、頬の細かい毛穴をふわっとぼかしながらカバーしてくれているようなイメージで、アンプリチュードは肌全体をつるんと滑らかに凹凸感を感じさせないような均一肌に整えてくれているような違いですね。それでは上からファンデーション塗っていきます。クレドポーの下地はちゃんと保湿感もあるので指が止まってしまうということもなく、こんな感じで伸ばしやすいんですけれども、肌表面をサラサラに均一に整えてくれているので、ムラになることもなくすごく塗りやすいベースですね。あまり上から使うファンデーションの種類は選ばずに使いやすいんじゃないかなと思います。アンプリチュードの上に重ねていきます。肌表面は滑らかに整っているので、ファンデーションも均一に伸ばしやすいんですけれども、クレドポーの下地よりもさらにファンデーションの密着感が高まる感じがしますね。
ちゃんと保湿もされているので、上から重ねるファンデーションがパサついてしまって伸びにくいという感じではないのですが、滑らかな下地にファンデーションがピタッと密着する感じがします。はい、上からファンデーションを重ねた状態でアップで見るとこんな感じです。2つとも程よいさらりとした質感を保ってくれているのですが、上からファンデーションを重ねてもマットに寄りすぎることなく自然なツヤを保ってくれているのがとても綺麗だなと感じます。お肌の横にファンデーションがたまる感じも比較的気になりにくくて、グレード44では厚塗り感のないとても素肌っぽい自然な仕上がりに整えてくれているのに対して、アンプリチュードはつるんと滑らかな質感を保ったままファンデーションをハイカバーに仕上げてくれている感じがより分かりやすいかなと思います。どちらも肌表面をサラサラに仕上げてくれるのに、内側にちゃんと保湿感があるからか、塗りたてでもファンデーションがパサつく感じがしなくてすごく綺麗だなと思います。それでは上から全体にナーズのルースパウダーをつけて、これから約5時間ほどマスクのまま過ごして、毛穴が開いた時にどのくらい崩れないのかと、肌表面のサラサラ感はどのくらい持続するのか見ていきたいと思います。はい、あれから約5時間ほど経ったので、マスクの中どんな感じになっているか見ていきます。アップで見るとそれぞれこんな感じで、マスクの摩擦によってファンデーションが薄まってしまったり赤みが出てきてしまうなど、カバー力が薄まるという感じはしないのですが、両方とも全体的にテカリが少し気になるかなという印象です。はい、マスクの中の肌はこんな感じでした。両方とも塗っている時から比較的保湿感があって少し重さがあったので、皮脂が気になるタイプの私には少し保湿に寄りすぎてしまって、小鼻周りは皮脂が出てる感じは気になるんですけれども、頬のあたりは両方ともさらりとした質感を保っていて、特にクレドポーボーテの下地は皮脂が出にくい部分なんかはとてもサラサラに保ってくれています。はい、クレドポーボーテとアンプリチュード比較してみた結果はそれぞれこんな感じでした。塗りたては肌表面をサラサラに仕上げてくれるのですが、ちゃんと保湿感も持続するタイプなので、特に皮脂崩れが気になるという方には少し物足りなく感じると思うのですが、夏場でも乾燥も気になるけれども肌表面をサラサラに整えたいという方にはすごく使いやすいんじゃないかなと思います。仕上がりのイメージとしてはクレドポーボーテの方がより自然で肌をふんわりとぼかしてくれるような印象で、アンプリチュードはファンデーションとの密着力が高くしっかりとカバーしてくれるような仕上がりでした。最後に比較していくのはローラメルシエのピュアキャンバスプライマーブラーリーです。以前動画でご紹介させていただいた時に、塗った瞬間から肌がサラサラに仕上がったアイテムです。ブランドからはテカリと毛穴をカバーしさらりとクリーンな肌へ、オイルコントロール至上主義プライマー、配合されたブラーリングパウダーが余分な皮脂を吸着しテカリの気にならないクリーンな状態をキープ、同時に肌表面を滑らかに整え、光を反射することで毛穴や小じわをぼかします。スキンケア成分をしっかりと肌に届け、乾燥などの環境ストレスから肌を守り、ベースメイクの仕上がりとカラーメイクのキープ力を格上げします。光や毛穴の気になる方へ。比較していくのは、マックのスタジオフィックスマティファインシャインコントロールプライマーです。ジェルテクスチャーのメイクアップベース。毛穴や肌の凹凸をカバーし肌を滑らかに整えます。余分な皮脂を吸着してテカリを防ぎ、肌の水分バランスを保ちながらソフトマットに仕上げるファンデーションプライマー、ソフトフォーカス効果で肌の凹凸を目立たなく見せ、ふっくらとした印象の滑らかな肌へと導く、みずみずしいジェルテクスチャーが肌にのせるとパウダーのようにサラサラな質感となりマットな仕上がりへ、12時間皮脂による化粧崩れを防ぎ、つけ心地の良さが長時間続く。この2つは今回ご紹介している6つの中でも特に肌表面をサラサラに仕上げてくれるので、乾燥が気になるタイプという方よりは皮脂によるビタつきがかなり気になるという方にすごくおすすめなんじゃないかなと思います。まずこちら側にローラメルシェ塗っていきます。この下地は以前崩れにくい下地検証の時にもご紹介させていただいたアイテムなのですが、もう塗っている瞬間から肌表面がサラサラに仕上がるので、とにかく肌のベタつきが気になるという方にすごくおすすめだと思います。乾燥が気になるという方は保湿の下地を塗った上に T ゾーンなどの部分的に使うのがおすすめなんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでこちら側ローラーメルシェ塗ってある状態です。
特にカラー補正の効果などはないので、何も塗っていない方と比べてもそこまで変化は感じにくいのですが、頬の細かい毛穴などはふわっとぼかしたような感じでカバーしてくれてるなという印象です。下地の時点でもうパウダーを塗った後のようなサラッサラの肌に仕上がっています。続いて反対側にマック塗っていきます。こちらの下地も手元で見た時にローラメルシーに負けないくらいサラサラに仕上がるなと思ったんですけれども、塗り心地としては最初とてもみずみずしいジェルテクスチャーという感じなので、肌表面の乾燥が気になる時にもこんな感じですごく伸ばしやすいです。伸ばしきった後は肌をつるっと整えつつも肌表面をすごくサラサラに仕上げてくれています。カウンターでお伺いしたところ、こちらの下地ももちろん顔全体に使うこともできるタイプなんですけれども、部分使いもおすすめとのことでした。マックもカラー補正などは特にないので、見た目での変化はあまり感じないかなと思うのですが、だいたいローラメルシエと同じくらい、頬の横の毛穴などはカバーしてくれているような印象です。意外とみずみずしさも感じます。アップで見るとこんな感じで、両方とも軽い質感だからか、下地だけで毛穴や凹凸を完全にカバーするというわけではないのですが、細かい毛穴などはふんわりとぼかすようなイメージで目立たなく整えてくれているかなという印象です。特にマックの下地は肌表面をつるんと整えつつもサラサラの均一肌に整えてくれているので、ファンデーションの塗りもいいんじゃないかなと思います。それではファンデーション塗っていきます。今塗っているローラメルシェの下地は特に油分が少ないタイプのファンデーションと組み合わせると少し塗りづらく感じるタイプなので、綺麗に均一に塗りにくいなと感じるときはファンデーションブラシで塗るのがおすすめです。どうしても下地の時点で油分を感じさせないようなサラサラ肌に仕上げてくれる分、ファンデーションが滑らかに伸びにくくなってしまうので、毛量が多いタイプのファンデーションブラシで毛穴を埋めていくように塗っていく方が綺麗に仕上がります。続いてマックの下地の上に塗っていきます。マックもローラメルシェの下地と同様、肌表面をサラサラに仕上げてくれるタイプなので、ファンデーションも少し塗りづらいのかなと感じたのですが、少し水分っぽさも感じてつるんと滑らかに整っているからか、ファンデーションの伸びもそこまで悪くならずに使いやすいです。しっかりハイカバーに仕上がりますね。アップで見るとこんな感じで、両方ともファンデーションのカバー力が高まるタイプなので、すごく涼しげでハイカバーな仕上がりになっているかなと思います。ローラメルシェの下地の方が少し自然なツヤも残っているようなタイプなのに対して、マックの下地はふんわりと均一なセミマット肌という感じに仕上がっています。どちらも仕上がりはとても綺麗ですね。この2つはパウダーを塗らなくてもすごくサラサラな仕上がりなのですが、上からナーズのルースパウダーを塗って毛穴の開きや肌表面のベタつきについて見ていきたいと思います。今回とてもサラサラな仕上がりなので、どのくらいベタつかないか楽しみです。はい、あれから約5時間ほどマスクのまま過ごしたのでどんな感じか見ていきます。まず両方ともマスクの中の肌もテカリが全然気にならないですよね。ただ特にローラメルシェのプライマーはマスクがよく当たる位置のファンデーションのハケが気になるかなというのと、ファンデーションが肌のキメに沿って粉っぽく浮いている感じがアップで見ると少し気になるかなという印象です。ただ見た目としてもテカリは気になりにくいかなと思うんですけれども、肌表面も両方ともサラッサラのままで、特にローラメルシェは小鼻の周りも皮脂によるベタつきが全然気にならないです。マックのプライマーも同じくらいサラサラ感を保ってくれているのですが、やはり塗っている時から少し水分っぽい保湿感も感じていたので、ベタつきがかなり気になるという方はローラメルシェの方がより使いやすいんじゃないかなとは思いました。はい、最後ローラメルシェとマック比較してみた結果はこんな感じでした。両方とも塗った瞬間から肌をサラサラに整えてくれて、数時間後のマスクの中の肌もベタつきが全く気にならなかったです。特にローラメルシェはパウダーを塗った後のようなサラサラ感を長時間保ってくれていたので、肌表面のベタつきが気になるという方にかなりおすすめです。部分使いするのもすごくいいんじゃないかなと思いました。ただ少しだけファンデーションが塗りにくく感じることがあるかもしれないので、ブラシなどのツールと合わせて使うのがおすすめです。
マークのプライマーもローラメルシエと同じくらいサラサラを保ってくれていたのですが、程よい水分による保湿感も残っていたので、こちらは意外と顔全体に使ってもファンデーションも塗りやすくてすごく使いやすかったんじゃないかなと思います。乾燥も気になるという方には少しパサついてくる感じが気になるかなと思うのですが、とにかく皮脂によるベタつきが気になるという方におすすめの2つだったんじゃないかなと思います。はい、ではこんな感じで全顔に使えるタイプの毛穴対策下地6つをご紹介していきました。最後に香りについてなんですけれども、 RMK とアンプリチュードは原料の香りが少しするかな程度で香りはついていないタイプで、クレドポーボーテとマークとジルスチャートはそこまで香りが強いわけではないのですが、ほんのりスキンケアに香りがついているくらいに香りを感じました。この中でもジルスチュアートはブランドサイトにクリスタルフローラルブーケの香りという記載があるんですけれども、塗った瞬間は少し爽やかなフローラルの香りがしますが、マスクの中でも長時間香りが持続してしまうという感じでもないので比較的使いやすかったなという印象なのと、マックは特にブランドサイトに香りの記載はなかったのですが、少し甘めのフルーティーな香りがするのですが、こちらも香りの持続はそこまで長くなかったです。クレドポーポーテもブランドサイトに天然ローズオイルなどを調香した香りとの記載があるくらいスキンケアのような柔らかい香りなんですけれども、今回ご紹介した下地の中では一番香りの持続は長かったかなという印象でした。ただどれもマスクの中でずっと香りが残っていて不快に感じるというほどではなかったので比較的使いやすいんじゃないかなと思います。今回ご紹介した6つは肌タイプによっても使い分けができるアイテムだったなと思うので、気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。